皆さんこんにちは。京都大学の今中と申します。今日は減衰期世界大会ということなわけですけども、広島で開けないということでオンラインで少しお話をさせてもらいます。私の話の内容はここにあります。福島第一原発の今後の課題ということで、事故を起こした福島第一原発の原子炉の現状と、後ろの方にたくさん並んでますけども、ここに溜まってます汚染水の問題について、簡単にご紹介したいと思ってます。でまずこの事故なんですけども、9年前2月11日地震津波をきっかけとして、ここにあります1号機2号機3号機でメルトダウンメルトスルーという事故を起こしてしまったわけです。で1号機と3号機は結局メルトダウンして、その燃料と水が反応して水素が出てきて、結局水素爆発を起こしてしまったと。で4号機の方はこの3号機と一緒に使ってる排気筒を経由して水素が逆流して水素爆発を起こした。で2号機は水素爆発は起きませんでしたけども、この建屋の穴から大量の放射能とかが漏出していったということになります。でこれから9年間それから9年間かけて大変な事故処理を行われてきたわけです。でこの原子炉をどうするかといったときに、まず3つの課題が挙げられています。1つはここにあります使用済み燃料プールから の燃料の取り出しということです。実はこの BWR 原発というのは建屋の一番上の階にプールがありますね、使用済み燃料プールがありまして、そこに使用済み燃料が保管されてたわけですね。特に4号機というやつは1500体の使用済み燃料がありまして、おまけに水素爆発によってこの建屋そのものがガタガタになってきたので、とにかく早く使用済み燃料を取り出して安定した地面の上に置きたいということで作業が進められました。そして4号機については確かもう 4,5 年前に作業は終わってます。で今現在3号機がやられてまして、去年ぐらいから始まって今半分ぐらいの、ね、使用済み燃料が取り出されてるんではないかと思います。であと1号機2号機も順次進められて、多分この取り出しについてはそれなりに目処が立ってる作業だろうと思います。で問題はそこの2番目にありますデブリの取り出しということです。デブリというのは原子炉の中にあった核燃料が溶けてしまって、その周りの材料と一緒にごちゃごちゃになって溶けて下に落ちて、結局格納容器というこのだるまみたいなものがありますけども、その床にいっぱい溜まっていると。で2号機と3号機については、この原子炉容器の中にもまだかなりの部分が残っているだろうという、これをなんとか取り出してやろうという作業が進められてて、結局お国や東電が出している、廃炉に向けての中長期ロードマップというのがあるんですけども、40年かけてそれをなんとか取り出して廃炉にしますよという計画が進められています。でちょっと一番進んでるデブリの取り出しに2号機の取り出しについて少しお話をしますと、結局2号機の格納容器にもともとついていたあった貫通孔というのを、狭い小さい細い貫通孔を通して小さいロボットを中へ突っ込んで様子を調べているというのが今の状況です。確かこれの写真は去年の初めだったと思いますけども、この貫通孔からロボットを下ろして、ああデブリになんとかそのロボットの手みたいなんで触ることができた、ちょっと硬そうだけどもちょっとつまむこともできたよというのがようやく、ですから去年ですから事故から8年経って分かったと。でところがデブリというのはここにありますように200トンそれぞれの原子炉200トンぐらいありますから、結局それがまずどこにどういうふうにあってどんな状態になっているのかというのを知るのが現場検証なんですけども、結局大変な放射線ですから人が入れないということで、遠隔作業になって、現状というのは9年経ってもようやく現場検証が始まったところだと
ということになります。で、もう一つ3つの課題という面のは、私が持っている3つ目の課題というのは、結局デブリを取り出して、まあ、なんとか地面の上に安定したところに置いてもらうということにしても、じゃあ残ったこの原子炉建屋とか建物とか、あと廃棄物、汚れた施設、瓦礫等をどうするんだということについては、この中長期ロードマップについても、でもほとんど触れられていないという状況にあります。で、そのロードマップですけども、時々新聞に出てくる40年で廃炉というやつなんですが、ここに紹介しているのは2017年版と、確か2011年の終わりぐらいに最初のバージョンが出て、去年の暮れには5回目のバージョンが出てるはずです。で、で今お話しした使用済み燃料プールからの使用済み燃料の取り出しということですけども、本来でしたらもう3号機は今年ぐらいに終わるわけですけども、まあ、もう1年ぐらい先になるんだろうと思います。で、まあ、1号機、2号機もプールからの取り出し作業の準備が進められていると。一方、このもっと肝心な大変なデブリの取り出しですけども、大体この3年前でしたら2019年、去年のうちに取り出し方法を決めるということで、そろそろ準備にかかるはずだったんですけども、先ほどお話したように、現場検証もできてないのに取り出し方法を決めようがないと。で、結局、ここにありますけども、ロードマップというのは希望のお絵描きに過ぎないと。本当に、デブリをうまく取り出せるかどうかさえ、きっと誰にも分かってない代物だろうというふうに思ってます。で、結局、40年で廃炉と聞くと、普通の人はひょっとして40年だったら 1F は更地になるんじゃないかとつい思ってしまうわけですけども、実際はそんなことはまずありえません。ロードマップ、私眺めて読んでみましたけども、結局まあ40年経ったらうまくしたらデブリも取り出せるかもしれませんよと。結局この福島第一原発全体がデブリも含めていろんなもう放射性廃棄物の置き場になるのは目に見えてる話だと思います。で、次に汚染水の問題です。で、今現在汚染水が120万トンも溜まってるんだそうです。汚染水が問題だ問題だというのは事故の直後からずっと言われてて、それでこういうタンクに溜まってます。だいたい1個10000トンぐらい入って1000リューベですかね、あれが120万トンですから、こういうタンクがだいたい1200ぐらい今現在できてるんだろうと思います。で、東電や政府はまあこの汚染水の放射能というのはトリチウムという放射性物質なんで、で、これは比較的放射線がのエネルギーが低いので、まあ、薄めて海へ出したら問題ないよということで、海を出す計画を進めているというのは皆さんご承知かと思います。で、ところがこの汚染水というのをどうするかという議論の中で分かったのは、実はここに溜まっている120万トンのうち、トリチウムを除いてもそのまま海には捨てることができない排水というのが大体7割以上溜まっているよということになってます。で、私としてはとにかくもう1F、まあ、福島第一原発からはこれ以上余計な放射能は出すなというのを原則にすべきだというふうに思ってます。で、その汚染水がこんなに溜まった原因は何かということなんですけども、結局東電なりの汚染水管理の失敗の積み重ねと言っていいかと思います。で、原因は、第一の原因は、この建物の中に、原子炉建屋の中に地下水がずっと漏れてくる。で、もともとここの原発というのは、建てる時から地下水が多いぞというのを分かってたわけです。で、実は私、じっとこの経過を眺めてくると、原発事故の前から、結局この福島第一原発には地下水が流入してたんだろうと思います。建物のひび割れとかそんなところから。で、地震津波をきっかけにますますひどくなって、そして
原子炉がメルトダウンして結局デブリが下へ溶けて溜まった加減で結局地下水が入っていってそれが放射能に汚染されて汚染水となってどん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 溜まっていくという経過になったんだろうと思います。で、何年か前に結局汚染水を止めるのに氷の壁を作ろうということで凍土壁というのを作ったわけですけども凍土壁を作ってみてもやっぱりあんまりうまく止まらないと。でここにありますけどもだいたい2016年ぐらいから凍土壁を固め始めてだいたい2年前には凍土壁が完全に固まってるはずなんですけどもいまだに160トン毎日地下水が入ってるということです。ですからまずやらなきゃいけないことはしっかりした遮水壁を作って汚染水が地下水が入ってくるのを止めることだと私は思っています。でここに溜まってる汚染水についてはとにかく固めてしまうかもっと大きなタンクで長期保管すべきだろうというふうに思ってます。で、トリチウムというやつは半減期が12年ですから半減期の10倍、すなわち120年経てばだいたい1000分の1に落ちます。で、もう120年経ったら1000分の1の1000分の1で100万分の1になります。国が言うようにちゃんとトリチウムだけの汚染水にすることができるんだったら、まあ、200年の管理をもってすれば、まあ、放射能そのものは問題にならないということになってくるわけです。ですからまず長期保管ということで考えていくべきだろうと思います。で長期保管するのに場所がない場所がないと国は言ってるわけですけども実はこの福島第一原発の周りに環境省が大変な広い敷地を持ってます。中間貯蔵施設ということであっちこっち の汚染土壌などを運び込んでるわけですけどもその一方で環境省は飯舘村などで汚染土壌の一部を埋め立て処分しているというようなこともやってます。で私としては結局福島第一原発事故で出た放射性汚染物というのは全て基本的に東電に引き取らせるべきだというふうに思ってます。で結局福島第一原発で場所が足りないならば結局この中間貯蔵施設と一体化して運営しさらに足りなければ福島第二原発、柏崎原発、東通原発等 の敷地も活用して何とかすべきだろうというふうに私は思っています。この中間貯蔵施設で私が実はびっくりしたのは、中間貯蔵施設からは30年経ったら福島県外の最終処分場へ持っていくというふうに法律でなってるんですけども、皆さんちょっと考えたらすぐ分かるように、日本にそんな場所ができるとは到底思えません。やっぱり長期的に、まあ、100年、200年のこのことを先のことを考えながら我々は対応すべきだろうと思います。で、まとめですけども、結局メルトダウンしてしまった3つの原子炉は、事故から9年、10年経ってもまだ現場検証が続いています。これもいつ終わるか分かりません。40年経ってもデブリが取り出せるかどうかもよく分からない状況にあるんだと思います。ですから廃炉ということがそもそも不可能で 1F の跡地が更地になることはありません。でその 1F からは余計な放射能はこれ以上外に出すなということで汚染水についてはまずしっかりした遮水壁を作って増加するのを防ぐと。そして今ある汚染水は固めてしまうか大きなタンクで長期保存するということになります。で放射性汚染物は事故で出てきた放射性汚染物は全て東電に引き取らせようと。でそのためには中間貯蔵施設と一体化して運営し敷地が足りなければ福島第二柏崎東通りも利用すべきだろうというふうに私は思っています。で基本的な考え方として私たちにできるのは結局100年200年先を見据えた計画を作って原発事故という負の遺産を次の世代に引き渡すことなんだということを強調したいと思います。どうもありがとうございました。